さあ、でもせっかくなんで、はい、わー素晴らしいご飯をね、我々いただきたいと思います、うん、ちょっとまた変わった、ね、ね、可愛らしい感じの林さん、可愛いですね。これは何ていうメニューですか？こちらが、こちらが我々の方はカピバランチ。カピバランチ、え、カピバラとランチをかけたってことですよね？そうです、カピバラもカピバランチ、はい、ランチプレート、はいはい、じゃあカピバラが温泉飯使ってますよ、これ、かわいいんですよ、これ見てこれ、かわいい、これカピバラ温泉、これはコロッケかな、そうです。こちらが山猫ランチ、山猫ランチ、山猫ランチ、ずしま山猫米を使った米粉のパン、お米でできたパン、はい、これもかわいいですよ、この獣の足跡、肉球ですよ、肉球ですね。お米を使うことによって、その対馬山猫の狩りする場所が田んぼなんですよ、でその田んぼをどんどん増やして使っていけば増えるので、あ、はい、そういう活動にも一役買ってるんですか？はい、保全活動にも、はい、次が9レース、はい、広島の9レースですね。さっきほどまでちょっとね、動物たちに力借りてましたが、はい、ここはやっぱり風花さんに力を借りようということで、はい、名前だとかね、その写真で表情だとかも見ていただいて、 ね、その中で風花さんがちょっと気になった選手がどなたでしたっけ？2番の茨城の選手で杉森さん、はいはいはい、あとは T シャツで写真に写ってらっしゃる、T シャツで選んだ、そう、はい、T シャツで出るのかなと思って気になった6番の藤田さん、はいはい、この辺りをなんとかうまく絡めまして、はい、2級からの156を、まあ、それぞれこの500円、300円、300円と、で逆の92の方からの156を200円ずつ、はい、さらに156を2と9で挟む形ですね、うん、で3000円、はい、2シャッタン259、1が2着で259と合わせて5000円分買わせていただきました、はい、うん、さあ、もう間もなく締め切りになりますんで、はいはい、じゃあいただきながらちょっとやってみましょうか、はい、いただきます、いただきます。ここから手をつけようか迷う、ね、かわいいから崩せない、ね、色味もいいですねこれね、はい、あら、かわいい、そんな感じだったんですね、かわいい、うん、本当だ、かわいい、かわいいですね、ちょっと逆さにしてみてください、逆さ、うん、はい、戻してください、かわいい、いや、わかんない、何やって今の一瞬骨付きの真面目人間しか食べてないよ、いただきます、いただきます、あ、おいしい、おいしい、ジューシー、うん、ね、うん、お米で作ったパン美味しいです、ありがとうございます、うん、美味しいです、美味しいですね、はい、うん、美味しくて、しかもふわふわ動物たちのためにもなる、うん、ね、うん、7番手から3番の山口智弘がそろそろ上がろうかという感じで、3対3で2番もこう先行したいので前に出ましたね、体力使うんじゃないですか、はい、やっぱり最初は使いますね、で、ここで上からチームで完全に行くことで道を塞いであげて、で、はいはい、有利にしたりということをしているわけですね、で残り1週間です。今これいい感じですね、2番、9番、そうですね、ちょっと5番の動きが不穏ですけどね、セローとしてるんでしょうね、はい、そこで行き切っちゃえば大丈夫、よし大丈夫でしょ、これ2球いいですよ、2球1、あ、1がすごい足で来ますが、ちょっともうそろそろ2番が行かないと、前が残っちゃいますよ、前残っちゃうじゃんこれ、前が残っちゃいますよ、早く行かないと、あら、どうせない近い、どうせない近い、あ、4、いいよ、ちょっと2の仕掛けが遅かったですよね、2、4、9ですね、よく9来ましたね、ここね、残念です、じゃあ抱くんだ困った時のオチにすみません、これで何とか許してくださいでも我々には美味しいお食事があります、はい、いただこう、はい、いただきましょう、美味しくいただきます。